近年、中国のステルス戦闘機開発が加速性能を高めていますが、中国が憧れる IHI 社製 XF9。今回は、XF9 総発エンジンと WS15 エンジンの現状を詳しく見ていきますね。WS15 エンジンがようやく量産化していますが、あまりにもポンコツだった。日本が現在運用中の航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機として、その次期戦闘機の開発計画は、イギリス、及びイタリアとの3カ国による GCAP、グルーバルコンバットエアプログラムの開始が、2022年12月に正式に確定した。この GCAP、グルーバルコンバットエアプログラムは、その名称に、戦闘機を明記していないことに暗示されるように、戦闘機の本体のみを共同開発する計画ではなく、新たな航空戦闘システムの構築という大きな概念を掲げている。アメリカ空軍も次世代戦闘機開発については、そのプロジェクト名称を NGAD、New Generation Air Dominance としており、こちらでは新たな航空優勢を確立する仕組みだと、表現している点も興味深い。まあ、それぞれのプロジェクトが掲げる概念は、戦闘機だけに限定されないとされてはいるものの、次期戦闘機を、その一部に内包している点は変わらず、あくまで、単体の開発ではないということを誇示したいのだと感じられる。そのため、GCAP、グルーバルコンバットエアプログラムにおいては、日本は、F2 戦闘機、イギリスとイタリアとは、ユーロファイタータイフーンを代替する機体をここから生み出すべく、計画を進めている。ただ、GCAP、グルーバルコンバットエアプログラムについては、2022年12月の計画開始のアナウンス以降、大きな動きが、公式な情報として報じられることは少なく、芳しい進捗の続報が待たれる形となっている。日本側の GCAP、グルーバルコンバットエアプログラムに対する布陣は、全体の統括と、機体に三菱重工業社、機関部に IHI 社、アビオニクスに、三菱電機が名を連ねており、これは、現行の F2 戦闘機と同じ顔ぶれだ。日本は、実証実験機であった XS に、新進の開発とテストを通じて、機体のステルス性や、搭載する機関部の実用化に向けた技術とノウハウの蓄積を行ってきたと考えられており、ことに機関部は IHI 社のその後に機体を抱かせるものとなった。XS に新進に搭載されていたのは、当時は未だ社名が石川島播磨重工業であった頃の現 IHI 社が開発した XF5 ターボファンエンジンであり、総発時にアフターバーナー仕様でならば、合計推力約10トン、燃焼機の出口付近の温度約1600度を目標に置いていた。この XF51 ターボファンエンジンは、1995年度から開発が開始され、1998年度に、1機目が防衛省技術研究本部航空装備研究所へと納入され、2000年度までに、合計で、4機が同様に納入され、XS に新進のテストに使用された。IHI 社では、この XF5 ターボファンエンジンをベースに、現防衛装備庁と2010年から、その発展型である XF9 ターボファンエンジンの開発に着手、国産の次世代戦闘機用の機関部の開発という、悲願に向けて歩みを進める。この XF9 ターボファンエンジンは、2010年8月に防衛省が公表した次世代の国産戦闘機としてのイメージモデルの I3 ファイターに搭載する予定の機関部と位置づけられ、スリムで、かつ、高出力というコンセプトが掲げられていた。戦闘機の機関部を、スリムで、かつ高出力とする目的は、言うまでもなくそこで得られたスペースにより、多くの兵装や燃料を搭載可能とするためであり、
加えて、機体のステルス性能を損なわないようにする意味も大きい。XF-9 ターボファンエンジンの開発は、まず、2010年から2015年にかけて、機関部の中枢部分の研究が行われ、2013年から2017年にかけては、並行して、他の必要要素の研究を行い、この2つを、2015年から2019年にかけて統合して進められた。その流れで、2018年6月には、XF-91 ターボファンエンジンの試作機1機が、防衛装備庁へと、無事納入に至り、その後およそ2年をかけて、性能を確認するテストが行われ、次世代戦闘機用の国産の機関部として、大きな注目を集めた。これらの性能を確認するテストの結果、XF-9 ターボファンエンジンは、機体に実際に搭載した形ではないとはいえ、アフターバーナー使用時の合計水15トン、未使用時でも同約10トン、燃焼機の出口付近の温度約1800度以上を記録する。XF-9 ターボファンエンジンは、こうしたテストで実現した数値をもとに、アメリカ空軍の F-2 ニラプターが搭載しているプラット&ホイットニー社製の機関部、F-119 にも引けを取らない可能性があると報じられた。IHI 社自身が、航空自衛隊の F-15J イーグル用に、ライセンス生産を行っていたのは、プラット&ホイットニー社製の F-100 だったが、XF-91 ターボファンエンジンは、これとほぼ同等の大きさで、前述の数値を実現した形となった。XF-9 ターボファンエンジンは、今後、ますます、戦闘機でも、重要性が増すと考えられている、発電能力に関しても、およそ 180kW という、数値を達成しており、アビオニクスは、無論、兵装にも、使用可能な電力の供給が可能とめされた。こうした状況下、XF-9 ターボファンエンジンは、日本国内の一部からは、航空自衛隊の次期戦闘機用の機関部として、十分に目途がついたと論じられることも、多々あったが、やはり少しひいき目であった感は否めない。実際には、日本の次期戦闘機開発が、GCAP、グルーバルコンバットエアプログラムで実現させる方向となったことで、イギリスは、機関部の担当に、ロールス・ロイス社を据えており、同社は、ユーロファイタータイフーンの機関部も担ってきた、実績がある。そのため、日本側としては、これまでに、IHI 社と防衛装備庁が進めてきた、XF-9 ターボファンエンジンがあるとはいえ、正直なところ、戦闘機全体のシステムインテグレーションの分野で主導権を握ることは困難だと感じられる。ただ、現時点でも、日本の防衛装備庁サイドでは、GCAP、グルーバルコンバットエアプログラムにおいて、日本は、機体自体の軽量化、機関部、そしてレーダーセンサ類で、主導的な役割を果たすことを掲げてはいる。少し興味深いのは、2021年2月と今から2年以上前のことではあるが、中国国内のインターネット検索サイト大手である、百度、バイドゥが提供するメディアの八卦号にて、IHI 社の XF-9 ターボファンエンジンを持ち上げる内容が見られたことだ。そこでは、XF-91 ターボファンエンジンについて、F-2 にラプターが搭載しているプラット&ホイットニー社製の機関部、F-119 に互いするものと評し、さらに、日本は、アメリカが開発を進めている、アダプティブエンジンにも、視野に入れていると述べている。続けて、そこでは、中国も、国産のステルス戦闘機、J-20 用に、従来のロシア製の機関部、AL-31 等に変えて、国産の WS-15 ターボファンエンジンの開発を進めているが、それが遅延していると、記述されていた。しかし、
この2023年3月、中国航空発動機集団有限公司からは、WS-15 ターボファンエンジンの量産化が開始されたとのアナウンスも出され、これが事実であれば、結果的には、XF9 ターボファンエンジンに先んじたことにはなる。J20 の機関部の国産化が、軌道に乗ったか否かの判断は、未だ困難とは思えるが、少なくとも、中国は、すでに、2022年末までに、同機の生産を200機以上行ったと、推定されており、中国メディアは、40機の年産体制の実行を示唆している。アメリカ軍が、すでに、たびたび警鐘を鳴らしているように、日本の航空自衛隊は、第5世代戦闘機タル F-35 ライトニング2を、A、B 型の総計で、147機調達の予定だが、数で中国軍に対抗することは、ますます困難となりつつある。